今回は、五星戦の準決勝の碁を見ていきたいと思います。黒番が大西七段で、白番が一力星ですね。で、こちらに打ちましたね。大西七段は非常に独特な史跡打ちますよね。この AI 時代において、非常に面白い碁を 打つので、大西七段の後はね、見ていて楽しいですねで。こちらに打って右辺を大きくしようっていう作戦ですね。 これちょっと味付けですね。白は手堅く隅を受けましたねあ。ここら辺ちょっと黒がポイント取ったかなと思いますね。ちょっと白が手堅く受けてくれたんで、軽く効かしましたよね。なんか、取られてたはずの黒石がちょっと助かったので、黒が、黒が少しポイント取りましたね。 白が右辺ドカンと入ってきましたね。2線からね。ドカンと来ましたね。これで行きました。これで100%行きましたね。これうまく行きましたんで、ここ白が少しポイント取ったかなと思いますね。つまり、 いい勝負ですかね。ここで、その手がめちゃくちゃ鋭い手でしたね。これ、ちょっと白狙ってる手あるんですよね。黒が、白の手に対しておとなしく受けましたね。これもおとなしく受けましたね。 どうしてこうなったかというと、ちょっと狙ってる手があるんですね。反発したいんですけど、ここにちょっと形悪いんですけど、出て切っちゃう手がありまして、これが厳しいので、これだとここの上辺の黒が結構心配ですから、黒がおとなしく受けまして。ここ白が少しポイント取りましたね。かなりうまく打ちましたよね。 これ黒安全なんですけども、左辺の白がどんどん盛り上がってきますよね。で、覗きで、これ働いた受け方でしたね。白切りを狙ってるんですけども、覗き、ここにコスミがあることに、覗きがあることによって、右から打って、これっ、ね、ちょうど、 ここが掛け継ぎの形になってますから、こういう手に対してここに切ることができますよね。この掛け継ぎの石がないと、ここに切る手ありますからね。これで取れてますね。働いて守っと。で、ここで黒、切ってきましたね。これは勝負手ですよね。ただ、この切り返す手を用意してましたね。 これがしのぎの用意してた手で、切り一本決めでこれで白が耐えてますね。切り一本がいい手でしたね。逃げたいんですけども、逃げた瞬間に取る手があって、まあ、これ取りぐらいですから、これで、取りが,取りが先手で効くと、上で取れますよね。 だから、鳥となって、鳥となって。鳥鳥となったので、まあ、ここで、わかりやすく白が優勢になったかなと思いますね。ちょっと黒、まあ、一応ここら辺は、凝り形、結構黒石、めちゃくちゃたくさん黒石使ってるけど、そんなに黒字ないですよね。白はすごい、外が非常に効率のいい形で、ここら辺に、白地が増えそうなので、ここら辺の真ん中の工房で白が、 ポイント取ってるなと思いますね。まあ、ここら辺が厚くなることによって、左下が地になりやすくなりますから。これは、上辺の白、ちょっと狙ってますね。まあ、大丈夫、手を、大丈夫と見て手を抜いて、 左下ですね。まあ、ここの左下まだ味悪いんで、その補強ですね。これを狙ってるんですよね。上辺をずっと狙ってるんですね。そこら辺の城もね、攻めを狙いつつね。で、ちょっとさすがに危ないと見て上辺守りましたね。で、こうやって。 で、この時に、ぶつかりが味のいい出方でしたね。これで、左、下をしっかり書く、味のいい、グテージにして、まあ、ここで、わかりやすく白が焼成もう難しい局面が残ってませんから、弱いしもなくて。ここで焼成になったかなと思いますね。コスミにも。味よく受けましたね。ここさえ。 左下さえ、これ計算ができてますよっていう手ですね。優勢はっきり意識した手で、計算できてますよと。左下が、これ全部確定時になれば、GI は白がリードしてますっていう手ですね。うん、これもう、この手を見ても一力さんがここで優勢確信してるということがわかり、わかりますよね。一力さんっても最強の手を打つタイプなので、こういう手を打ったことはもう、 逃げ切りのムード。ここでもう勝ちを確信してますよねで。寄せに入りましたね。ここ2目取れたのも大きいですよね。 で、こうやって。まあ、黒が今勝負て打ってるんですけども、適確に白が打ってで、ここで、黒が投了して、白の使用ちがち,ちとなりました。最後は結構、もう、振り差が開いたので、 どれも仕方ないという判断だったかなと思います。一応最後どうなってるかなんですが、これ押さえると味が悪くて、ってからここに捨てがありまして、味が、味が悪いんですね。ま、こうですか。 ちょっと味が悪くて、攻め合いになっちゃうんですけども、割り込む手があって、この当てに対して継げないんですよね。黒が継ぐ手がなくて、当てに対して継ぐと、これって、ダメ詰まってですプ黒があと2手しかないので、 白も2点ありますので、先に白が詰めれるので、これが全部取られちゃうんですね。だから最後4指継ぐ手がないので取られちゃうと。だからまあ、押さえると危ないので、まあ、これで戻るぐらいになっちゃうと、だいぶ下辺のプロジが減りますから、これも仕方ないという判断だったかなと思います。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。